はい、どうもハリットでございます。本日もファイナルファンタジーレコードキーパーガチャですね、やっていきたいと思います。一応カルディアですかね、ナイトメアは20周終わったんで尻尾も回収できたんで、いやまあ本当オートパス来るとめちゃめちゃ楽だなと思って、もっと早くね作っとけばよかったかなと思います。クリアするのはだいたいタイムで言った27秒8秒なんで、もうちょっとね早くクリアできるチーム作ればいいかなと思ってるんですけど、今やってるのは零式なんで多分タクティクスとかが一番楽なのかなと思ってるんですけど、まあもうちょっとね、まあオートで、オートでクリアできればまあ一応 OK かなと思ってるんで、まあ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 、あと29、33、あと3回か、あと30連ですね。なんか正直大きいプラス3だったら今ヤッシュの覚醒だけかなって勝手に思ってるんですけど、まあレコバテも入ったり来たりして、まあかなりチーム力としては上がってるかなとは思ってますが、はい、9月10日で公式生放送もありますし、まあそれまでなんとかね星6魔石全部物理魔法ですね、両方クリアできたらいいかなと思ってるんで、配信頑張っていきたいと思います。それでは失礼します。バイバイ。